行道山は愛媛県伊予市と伊予郡戸部町にまたがる山で松山平野の南端に位置する。標高は373メートル。一般に行道山と呼ばれる部分は後日のテレビ電波塔がある一帯であるがここは最高点ではなく、最高点はその南西にある標高4 0 3 1 1メートルの水晶煙である。山島三角点もその峰に設置されている。 山頂には愛媛県中部をカバーする各社の放送送信設備があり、松山平野から目立ち、テレビ塔のある山として、近隣住民にはよく知られている。伊予川の山腹は、頂上近くまで果樹園が広がっており、戸部町川は雑木林に一部果樹園が混じっている。伊予川の山裾には、溜め池が点在している。北西の山裾を、 松山自動車道が北東から南西方向へと走り、イオナダサービスエリアが設置されている。SA の標高はそれほど高くないものの、松山市街を望む位置になるため、夜景が美しい。また、西方のイオナダを眺望することもできる。山頂までの道路はあるが、放送送信設備の保守や、近傍の未完農家など、業務、業務の場合を除いて、ほとんど登山や、 散歩の対象とはされない。ありがとうございます。